年間英語スケジュール、独学してる人とか塾予備校行ってる人とか関係ないです。単元別が終わってるか終わってないかによって全然違うので、遅いみんな。そうで始まりました、もてつチャンネルです。さあ、今回はですね、年間英語スケジュールですね。はい、学習計画について話していきたいかなと思いますね。まあ、大学受験のね、受験生であれば、これを参考にしてもらって、こういった順番で勉強していくといいよって言います。まあ、もちろんね、独学でやってる人だったりとか、予備校行ってる人たちだったりとかね、様々なパターンがあると思いますので、まあ、その辺も考慮しながら話していきます。そして、受験学年じゃない人は、ああ、これらをなるべく早い段階で終わらせられればいいんだな、高校1年生とか2年生の段階でできているとスタートダッシュ蹴れるんだなっていうのが分かります。で、資格試験ですね、 TOEIC とか TOEFL とかで受ける人は、ああそうか、大学受験の段階でこんなにもう勉強終わってるんだ、そりゃすぐに TOEIC で高得点取れるよね、そりゃ TOEFL に移ることできるよねって分かると思うので、まあ様々なバックグラウンドの人たちが参考にできると思いますので、ぜひ参考にしていってください。まずは単語ですね。やはり日本っていうのはですね、英単語帳というものが普及してとてもいいものがたくさんあるというのが特徴なので、英単語帳っていうのは利用してもらえればいいと思いますね。どれがいいかっていうわけなんですが、もちろんターゲットとかね、シスタンとかそのレベルのもので構わないと思います。まだそのレベルまで行ってませんっていうんだったら、シスタンにもベーシックがあったりとか、ターゲットにも1400っていうのがあったりとかね、下のレベルのものがありますので、それらを見てみてください。で、これはまあ基本的には進めていくんです。まあこれを受験の当日までやってる人っていうのもいる。それがまあ普通だと思いますよ、別に。ただ、早慶とかね、やっぱりすごいレベルの高いところを目指すんだっていう人だったら、まあ2冊目の単語帳とかってね、やる人は多いと思います。パスタの順位級のね、第4版とかね、1個前のやつですね。とか、速読英単語の上級編やったりとか、リンガメタリカとか、あと鉄壁なんていうのをやる人が多いと思いますね。まあただその前にね、2冊目に行く前に1冊目を完璧にするっていうことを忘れないでください。どれぐらいで完璧すればいいですか？別にずっとやっててもいいけど、まあ夏前までに完璧になっていると強いかなっていう印象で。まあこれ今ね、この動画撮ってるの3月ですから、4月に入る前にこれできるようになってるとすごくいいわけですよ。で、もう4月以降に見てる人はね、あ、そうか、これ早くやって追いつかなきゃいけないんだって思ってください。で、あとは熟語はやってほしいですね。まあ速読英熟語って有名ですけど、そういったものもどこかの段階で入れてほしいなっていう感じです。で、これは別に独学してる人とか塾予備校行ってる人とか関係ないですね。みんなできるようにしてほしいところです。で、続いて文法。文法はこれいつも言うんですけど、いかに単元別を早く終わらせているかっていうのが勝負になります。例えば塾予備校の授業を受けていく人ってですね、まあ、いわゆる映像授業だとね、速習でバーンと一気にね受けることできるんですけど、週1ペースで進んでいくと結構時間を無駄にします。そもそも週1の英文法のクラスってだいぶ減ってるんですよ。授業自体ね、大手予備校も削ってますね、なくなってる。で、浪人生とかはあるんですけど、やっぱ週1だと遅いんですよ。やっぱり週1だと2学期まで入っちゃうんですね、文法単元全部終わらすのに。でもなるべく1学期の段階で終わっててください。まあよく言えばもう4月スタート前にね終わってるといいんです。まあだから高1高2生はねこうじっくりやってっていいんですけど、ただ高3生になる時には終わっとくといいですよ。単元別が終わってるか終わってないかによって全然違うので。で、いつも言うのは夏で単元別は絶対終わらせておいた方がいいと。で、夏の後半、もしくは9月の頭では、もう出題形式別の勉強に入れるようにしなさいと。だから単元別っていうのは、文系、時制、準動詞、関係詞、接続詞、前置詞とか、ああいうやつですね。こういうのが終わっているように。最初は何でもいいんですよ。もうすごい基礎的なものからやってでもいいですし、まあ、ひじさんのゼロから英文法とかね、大岩先生の英文法とかね、あって、まあ、読解のための英文法とか、構文を勉強するのに優しい参考書ですね。で、そこから、ま、関先生のポラリスをね、やっていったりとか、いわゆるネクスト系、ネクストとかヴィンテージとかね、ああいうのをやっていく。で、これらは単元別なんですよ。単元ごとに勉強する。で、それが夏までになるべく完成しててほしいと。で、その後で、まあ、よくファイナルとかね、単元ごとになってない、バラバラになっていて、出題形式別で勉強するってやつです。で、この夏の段階で、やっぱり自分の志望校がどういった問題を出すのかって知っておかなきゃいけません。自分の受ける大学は、正誤問題が出るのか、正常問題が出るのかとかですね、そういったことを抑えておかなきゃいけないです。で、正誤が出るんだったら、ほんと早い段階から始めなきゃいけないですし、実際の入試問題は単元別になんか出てくんないですから、あ、これ、不定詞のページだから不定詞が正解だろうとかですね、そんなことできませんので、だ演習が大事になってきます。過去問とかもそうですけど、いかにそこに早く入るための基礎をなるべく早く完璧にするっていうのが大事になりますね。だから夏9月、文法はもう完成しててね。
続いて構文です。これも同じですね。なるべく夏に完成しててほしいっていうのが正直なところです。英語構文、まあいろんなね参考書ありますけど、英文解釈の技術とかいろいろあると思うんです。レベルが高くなってったらねポレポレやるとかいう人もいるとは思うんですけど、まずこれが終わってるか終わってないかによって長文の理解度が全然違うっていう印象なんで、だ自分自身浪人してやっとそれができるようになって相当遅かったんですよ。できるようになったぞって分かったのが11月とかそのあたりだったと思うんで、構文の勉強が遅すぎた。構文とか解釈とかって言われるものを浪人してから初めてやったので遅すぎたんですよ。で教える側になって高2の段階でこれが終わってる人と終わってない人の差がすごいってことがよく分かったんですよ。高3のクラスを担当して、まあ、特に国立クラスで如実に出てましたね。添削するクラスだったんで、高2までに難しい構文までちゃんと終わらせている生徒と全然終わってない、そんなのやってませんっていう生徒のもう差がすごかったんですね。なんでここもなるべくまあ高1、2生はですね、高3になる前までに一通りのことは終わらせておいてほしいですね。受験生であれば夏目指しましょう。でこの勉強が終わっていよいよ読解ですね。だから構文はなんかすごい難しい構文のところまでいかないでいいと思うので、基礎がちゃんと固まったらもう長文入ってやっていく感じです。まあそれ参考書でもね、ハイトレだったりとかポラリスだったりとかいろいろあると思うんで、そこはまあレベル上げていってもらえればよくて、自分の受ける大学のレベルにマッチしたとこまで上げていく。でこれも同じで、長文毎日1題解いた方がいいですかとかってよく言われるんですけど、まあまあそれはそうですね。自分自身はそうやってやってました。まあ結局入試はね長文ですからね。でただ長文だって出題形式があるわけですから、ただただ一文一文を読むっていう学習だけじゃなくて、どういった形の内容一致問題が出るのか、ね、4択なのか、はたまた9個のうちから3つ選びなさいみたいなのが出るのか、長文中の空所補充が出るのか、長文中の並べ替えが出るのかとかですね、どの程度の知識が必要なのかとかっていうことを加味しながら勉強していかなきゃいけない。でそれができるためには当たり前ですけど、過去問で出題形式知らなきゃいけないですから、自分の受ける大学の出題形式を知ってそこに合わせた対策をしていく。だからいかにきちんと戦える力をつけて過去問に早く入るかってことなんですよ。で過去問っていうのは解けた解けないっていう一喜一憂するものではなくて、出題形式を知ってその出題形式の問題をたくさん解いていくっていうことになります。続いて英作文ですね。英作文に関してはやはりまあ出題形式大事なんですけど、まずは使える表現をたくさん覚えていくことが大事ですから、よくねドラゴンイングリッシュみたいにこう覚えていくっていう人、そしてまあハイパートレーニングとかね、まあ、最近の時田先生のトランスフォームとかありますよね。ああいうので日本語をどういうふうに英語に変えていくかっていうのも学ぶ、そしてその後で自由英作に入るっていうのがまあよくある一連の流れです。ただまあ、ね、むずいよ、本当にできないもん作文って。これはもうどの授業でも言うんですけど、英作文に関してはもうみんな関係ないですね。下のクラスも上のクラスもできない人も全然できないです。東大クラスとか関係ないですね。マジでできないです。でそのためにまずはアウトプットできるように勉強していくっていうのが大事です。だから単語帳をやるときもその単語の使い方を知るとかね、あこの動詞の後ろにはこれが来るとか、そういう感覚を持っていかなきゃいけないんで、だ漢詩とかほら加算不加算とかね、いろいろあるじゃないですか。ああいうのもやっぱね感覚を身につけていかなきゃいけないんで、かなり演習量が大事になります。でもちろんね添削してもらう、まあ僕はねやっぱ塾予備校とか行ってる人が添削はしてもらいやすいんで有利なんですけど、まあそれオンラインのものでもいいんですけど、まあなるべく早い段階から始めるっていうのが大事になりますね。遅いみんな。だからまあ自分も添削サービスやってますけど、ギリギリのところでやっぱ12月1月にめっちゃ申し込み来るから、まあ特に共通テスト終わった後にボババババって来て、遅い、もっと早く始めなきゃって思った。ただもうもちろんね国立大学受ける人っていうのはやっぱそんなのよりも共通テストの勉強しなきゃいけないとかがあるし、教科書も多いからやっぱその共通テスト5ってなっちゃう人がいるんだけど、感覚身につけるの大変ですから、そうだからまず最初に単語を覚える時から語法を考えて覚える、そして例文暗記だったりとか日本語から英語に出せるようにとか、とにかく使える表現をまず増やしていくこと、まあ、これを夏とか、まあ、夏ちょい過ぎかなまでにはできるようにしておいて、この夏の段階で決めなきゃいけないからね、志望校そこに自由英作あるのかないのかによっても全然違うんで、で自由英作の書く時の型とかねちゃんと覚えて、これはもう本当に大学によって全然違うので気をつけて、 でそこをこう添削してもらいながら型を固めていくっていうのが大事になります。はい、もちろんね大学学部によって様々な形式がありますので、そして他教科との兼ね合いとかもあるので一概に言えることではないですけど、まあある意味目安となりますので、こういった形でやっていってもらえればいいんじゃないかなと思います。で資格試験の人は、ああそうかこういう勉強してるからだから英検とか簡単に取れるんだ、トイックとか簡単なんだっていうふうに思ってもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、自分自身もまあかなり構文の勉強が遅れてしまったりとか、文法の単元っていうのが遅れてしまったんで、センター試験に間に合ってないんですよ。
センター試験後に本当も死に物狂いでやってなんとか慶応の文学部間に合わせたって感じだったんですよね。はい、ぜひ参考にしてもらえればと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.